お世話になってます、タカボンです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。もう6月も終わってしまうということなので、またね、定例企画で今月6月に買ってよかったものをご紹介していこうかなと思います。で、まあ、6月が終わった時はね、やっぱりその上半期が終わるということなので、上半期の買ってよかったものベストバイみたいな動画もね、近々撮ろうと思ってるんですけども、今回はとりあえずひとまず6月に買ってよかったものをご紹介しようかなと思います。まあ今月6月は7月にね、Amazon プライムデーが控えてるっていうこともあって、あんまり大きな買い物はしてないんですけれども、まあ、とはいえね、意外とこう振り返ってみると、意外と買い物してたなと思ったので、今月は買ってよかったものを全部で7つご紹介しようかなと思います。まあ、すでにいくつかのアイテムについては個別の動画もお出ししているものもあるんですけど、まあよかったら見ていってください。それでは行ってみましょう。はい、1つ目のアイテムがこちらです。じゃじゃん、こちらになるんですけども、エアコンに取り付けて使ってるエアコンの風よけですね。まあ、こちらはこんな感じで粘着式でくっつけるものになっていて、この棒の先にこんな感じの板がついているので、まあ、エアコンの風をね、一旦ここで受けて、このエアコンの風の向きとかをね、こう顔とか体に直接当たらないように調整してくれるっていう風なアイテムですね。僕最近レイアウト変更をしまして、あのエアコンがあの位置にあるんですけど、机がね、その真正面に今ある状況なんですよ。なのであそこからのエアコンの風がこう来て、顔面にね、僕が座ってる顔面にガーンと風が当たる状態になってしまったので、ちょっと改善しなきゃなと。ということで取り付けたのがあのエアコンの風よけって感じですね。こちらの設置の様子とかも動画に収めましたので、後日個別の動画も出そうかなと思ってるんですけれども、まあ、こんな感じでここ角度調整ができたりもしますし、あとはここの風のね、この板の向きとかもこうやって調整することができるので、結構細かく調整ができるエアコンの風よけになってます。こちらは楽天で2500円くらいで買いましたね。まあ、ちょっと引いてみるとこんな感じなんですけど、結構シンプルなデザインで、別にねつけててもそんなに違和感ないかなって感じですね。まあ僕みたいにエアコンの風が直接当たるのが苦手だなっていう方はね、あれチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。まあ風の向きがね変えられて、自分に風が直接当たることがなくなったので、部屋の快適度が増しましたね。はい、続いてがこちらですね。 Amazon のスマートスピーカーのエコーショーの一番でかいやつ、エコーショー15を買いました。まあ、こちらは壁掛けして設置できるスマートスピーカーで、こんな感じでここに Google のカレンダーであるとか、ここに天気予報だとか、まあ、こんな感じで常にね情報を表示しておけるので、まあ、僕はですねこちらをハイテクなカレンダーみたいな形で使ってるっていうものですね。まあ、こちらはあくまでスマートスピーカーなので、 Alexa が搭載されてて、家電の操作とかもできるようになってます。まあ、試しにやってみますね。 Alexa 電気消して。はい、こんな感じでですね、家電を操作することができるものですね。まあ元々はね、 Google のスマートスピーカーを使ってたんですけども、 Google の掛け声のふん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 よりも、あれふんふんふんっていうね掛け声の方が呼びやすいなと思って、ずっとこっちの Amazon の方を使いたいなと思ってた時に、このエコーショー15っていうね、この大きなスマートディスプレイと呼ばれるようなサイズ感のものが発売になりまして、まあこの間のタイムセールの時に安くなってたので購入したっていう感じですね。まあこんな感じでね、壁掛けで使えるので、まあこの下には棚があるんですけど、棚の上のスペースとかも取らないですし、まあこんな感じの絵を飾ってるような額縁風のデザインもいいなと思ってますね。あとはカレンダーとか天気を常時表示しとけるのも便利ですし、あとはフォトフレームみたいにすると部屋にね絵を飾ってるみたいになるので、インテリアとしてもいいかなと思ってます。アレクサ、フォトフレームにして。もうこんな感じでね、こう絵というか写真を飾ってるような感じになるんですよね。あとはたまにニュースを教えてって話しかけて、 NHK のニュースとかをね流してもらって、ちょっと世間のニュースを取り入れたりするようにしてますね。これ定価は3万円なんですけど、僕がタイムセールで買った時が2万5千円くらいまで値下がりしてました。7月になったらプライムデーセールがあって、多分ねその時もぐんと値下がりすると思うので、その時にねこう欲しいなと思ってた方は買ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、続いてのアイテムがこのエコーショー15の下に来て、こちらですね。このダイソーの有効ボードで使うためのこういったこのフックとか、この棚板とかを今月買い足しました。こういう感じのフックであったりだとか、あとはこういう感じの長めのフックであるとか、
あとはここのね財布を乗っけてるところのこういう棚板だとか、こういうのね全部100円で売ってるんですよ。まあ、ダイソーの有効ボードはこんな感じで小物のね定位置を作ってくれて、ちょっとね見た目もすっきりするので、かなりね僕の家では有効的に使えてるかなと思いますね。まあ、ここではイヤホンの充電とか、あとはカメラの充電とかもやってるんですけども、この裏にですねアンカーの電源タップをこう結束バンドでくくりつけていまして、そこから電源を取ることで、ここをね小物の定位置プラス充電ステーションみたいな感じにしてるんですよ。まあ、そこのねちょっとパーツが足らなかったので、こういったフックとか、また棚板とかを今月買い足してきたって感じですね。あともう一個僕の部屋には有効ボードを置いてて、こっちの方がねちょっと大きいサイズですね。まあ、こっちの方ではハンディクリーナーの定位置を作ってあげたりするのに活用してますね。まあ有効ボードっていうと IKEA とかのが有名だったりすると思うんですけども、まあダイソーのやつだったらこんな感じのね付属品が手軽にお安く買えるので、まあ僕はダイソーのやつを選んでよかったなというふうに思ってますね。まあ、ダイソーの有効ボードねかなりおすすめなので、こういう感じで小物のね定位置管理をするのに困ってる方はぜひ活用してみてください。はい、続いてがこちらモボキーボード2ですね。まあ、こちらは iPad mini 6でテキストワークをこなすときに使おうと思って購入した、こういう感じの三つ折りの折りたたみキーボードになっています。まあ、こんな感じの折りたたみのキーボードなんですけども、一般的なサイズと変わらないサイズ感になっていて、しかもこの折りたたみ式とはね思えないぐらいの打ち心地の良さがいいんですよね。一般的な折りたたみのキーボードだとキーの形がね、この折りたたむ部分の形がちょっと特殊な形になってたりだとか、あとはキーが小さかったりとか、あとはその充電端子がねマイクロ USB だったりとか、何かしらね一般的なやつ結構弱点があったりするんですけど、このモボキーボード2はね今まであったその折りたたみキーボードの弱点をね全て解決してくれてるキーボードなんですよね。まあ、こんな感じでキーの形も全然普通ですし、あとはフルサイズキーで打ちやすいし、充電端子もねマイクロ USB じゃなくてタイプ C 端子をね搭載してるんですよね。まあ、こちらもともとは iPad mini 6だけを持って外出するときに、まあ、快適なキーボード入力がしたいなと思って購入したんですけども、僕 MacBook を使ってて家に帰ってきた時とかはクラムシェルモードで使って外部モニターにね映像出力して使ってることも多いんですけども、まあ、そういう時のキーボードとしてね普通に家でもこれを使ってることも最近は多いですね。もう折りたたみキーボードなんですけど普通にメインのキーボードとしても使えるって感じで、まあ、すごくね買ってよかったなと思います。僕ちょこちょこマクドナルドとかで気分転換でね行く時あるんですけど、やっぱりそういう時にこれがあるとすごいね文字の入力の作業が快適になりましたし、もうテキストをね打つスピードっていうのが確実に前使ってた折りたたみキーボードの時より速くなったので、まあ生産性も上がってすごく良かったなと思いました。今折りたたみキーボードをね欲しいなって思ってる方はね、ぜひこのモボキーボード2試してほしいですね。はい、続いてがこちらですね。 IKEA のオドバルっていうスツールをね買いました。まあ、これもね個別の動画を出したんですけども、これ買ってよかったなと思います。まあ、こちらはね背もたれとか肘置きとかもついてないシンプルなデザインで、あとはそのお尻の部分、ここの台座の部分にもこういうねお尻に合わせた曲線とかも何もついてないシンプルなデザインなので、まあシンプルがゆえにいろんな使い方ができるって感じですね。まあこんな感じでローの椅子、高さの低い椅子と合わせて使うときはこんな感じでねちょっとサイドテーブル的な感じで使えますし、まあ、耐荷重が 100kg ぐらいあるので、こんな感じで普通によいしょこうやって上に乗っても全然大丈夫かなっていう感じですし、まあ、あとはこんな感じで電動昇降デスクのサブの椅子としても使えたりしてるので、まあ一つでねいろんな使い方ができる椅子ということで、まあ買ってよかったなと思います。まあ、こちら組み立て式になってるんですけど、30分ぐらいで組み立てることができました。まあ、組み立ての様子とかも別の動画でねお見せしてるので、よかったら参考にしてみてください。 IKEA のオンラインストアの方で買ったんですけども、送料も300円ぐらいしかかからなくて、この椅子も2000円で買えちゃうので、まあ、すごく安いしいいものをね買えたなと思いましたね。まあ、こういうスツールとか探されてる方はぜひね IKEA のやつチェックしてみてください。こちらオドバルっていう名前のやつですね。はい、そして続いてのアイテムがこれですね。僕の動画では定番アイテム化してしまってるんですけども、3COINS のディフューザーを今月も買ってました。まあ、こちら6月の頭ぐらいで買ったので、もうね中身がだいぶなくなってきてますね。前は無印のやつを使ってて、まあ、無印のやつの方がね匂い的にはちょっと好きだったりもするんですけれども、やっぱ無印のやつねなくなるのが早いし値段も高いので、ちょっとねコスパ悪いなって思ったんですよ。
まあ、というわけでちょっとね安くていいやつないかなと思って、まあ、1回ダイソーのを試したんですけども、ダイソーのやつはねあんまりこう香りが広がってなくてちょっとダメだなってなって、まあ、その後にたどり着いたのがこのスリコのやつだったんですけど、これねちょうどいいですね。まあ、330円でこの一式が買えますし、普通にね匂いもすごく香ってくれるので、まあ、部屋にねフレグランスを置きたいなっていう方はねこの 3COINS のやつが一番手軽でいいんじゃないかなと思ってます。まあ、これもまたなくなってきてるんで 3COINS の方にまた買いに行こうかなと思うんですけども、個人的にはこのラベンダーの香りがお気に入りです。中に花も入ってるんですよね。まあ、サイズ感もコンパクトですごく使いやすいので、まあ、こういうフレグランスとかねちょっと置きたいなって思ってる方は 3COINS ぜひ行ってみてください。はい、そして最後にこちらですね、あやたかのほうじ茶ラテです。これねめちゃくちゃ美味しいんで皆さんぜひ飲んでみてほしいんですよ。まあ、こちらは先月の Amazon のタイムセール祭りの時に買いまして、もう24本セット箱買いしました。まあ、あやたかっていうとね緑茶のイメージが強いと思うんですけど、その緑茶のあやたかのほうじ茶ラテバージョンですね。めちゃくちゃ美味しいんですよこれ。まあ、僕ですねタリーズコーヒーとかたまに行くんですけど、あのタリーズコーヒーのほうじ茶ラテがね味的にはめちゃくちゃ好きなんですけど、やっぱそういうところのねカフェってなんか毎回行ってたら500円とかかかるからお金かかるじゃないですか。で、まあ、この間もねちょっとこう FP の試験がある前日ぐらいにちょっとこうテスト勉強だと思ってタリーズ行ったんですけど、まあ、その時にタリーズのほうじ茶ラテをアイスでね頼んだんですよ。ほうじ茶ラテ自体のね味はすごく美味しいんですけど、もう氷がねぎゅうぎゅうに入りすぎてて、もう氷を買ったんじゃないかぐらいの感じになってまして、なんかすげえコスパ悪いなと思って、なんかちょっとこう損した気分になったんですよね。まあ、そこで買ったのがこれなんですけど、味はねほとんどねタリーズのほうじ茶ラテと何ら変わらないです。で、まあ、しかもタイムセールの時に買ったので、このほうじ茶ラテ1本で80円ぐらいなんですよね。まあカフェで飲むほうじ茶ラテはね多分結構場所代がね含まれてるなというふうにまあ納得はしてるんですけども、普通にほうじ茶を飲みたいと、この味が楽しみたいっていう時はねこっちの方がお安く美味しく飲めるので、かなり買ってよかったなと思いました。このあやたかのほうじ茶ラテめちゃくちゃおすすめなので、僕みたいにほうじ茶ラテ好きな方はねぜひ1回飲んでみてください。はい、というわけで今回の動画では6月の買ってよかったものをご紹介をさせていただきました。紹介したものについては全て概要欄の方にリンクをまとめておきますので、気になったものがあったらチェックをしてみてください。まあ今月はねあんまり買い物をしなかったかなと、まあねちょっとエコショー15とか買っちゃってたんですけど、まああんまり高い買い物はしなかったなって思うんですけども、まあ来月の7月にはですね Amazon のプライムデーセールが控えてますので、必要なものをね今のうちからちょっとリストアップしておかなきゃいけないなっていう感じですね。まあ来月7月の買ってよかったものはねおそらくプライムデーセールで買ったものがたくさん入ってくると思うんですけど、まあその時もねよかったら見てもらえればなと思います。まああとは2022年も上半期が終わってしまったということで、上半期ベストバイもね近々出そうかなと思ってますので、まあ、そちらの方もですねまた更新されたら見てもらえると嬉しいです。嬉しいです。というわけで今回の動画は以上になります。このチャンネルではこんな感じでガジェットとかインテリアだとか買ってよかったもののご紹介をしてますので、よかったら高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。たかぼんでした。またね。